皆さんこんにちは。今日はスクラッチで旗揚げゲームを作っていきたいと思います。まずは完成形を見てみましょう。こちらになってます。右の矢印を押すと赤い旗が上がり、左の矢印を押すと白い旗が上がり、両方の矢印を離すと旗が下がるというようなプログラムになっています。今日のポイントは2つです。コスチュームの上手な使い方、もう一つはキーを押しているときに動くコードの書き方。では実際に作っていきましょう。まずは旗を作っていきたいと思います。スプライトの描くをクリックします。棒を選択し、太さを8に設定し、中央から上の方へ棒を伸ばします。次に旗の布の部分を作っていきます。旗の色を赤色に変更します。これで赤い旗が上がっている状態が出来上がりました。次は下がっている状態を作っていきます。コスチュームを複製します。全選択をして上下反転をクリックします。旗の位置を中央から下に伸びるように調整します。これで赤い旗が上がったり下がったりするようになりました。次に白い旗を作っていきたいと思います。スプライトを複製します。旗の色を白色に変更します。もう一つの方も白色に変更します。旗の向きを左右反転させます。全選択をして左右反転、もう一つの方も全選択をして左右反転。これで白い旗が上がったり下がったりするようになりました。続いて正面を向いている動物を使っていきたいと思います。まずは猫を削除します。次にスプライトを選びます。動物のペンギンをクリックします。位置を調節して旗の大きさを50に変更します。位置を再度調節します。では実際にコードを書いていきましょう。イベントの旗が押されたとき、制御のずっと、もし何々ならそうでなければを使って、条件にキーが押されたを使います。スペースではなく右矢印を設定します。見た目のコスチュームを1にするを上側に、キーを押していないときにコスチュームを2にするを設定します。これで実行を押すと、右矢印を押している間赤い旗が上がり、離すと下がるというようなプログラムができました。ではこれを白い旗の方にも移していきます。コードを白い旗の方に複製します。矢印を左に変更します。これで実行を押すと、左を押している間白い旗が上がり、右を押している間赤い旗が上がり、離すと両方下がるというふうになっています。これで今日の授業は終了です。これからも小学校の先生向けにスクラッチ動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。